河本伊は、滋賀県を中心に活動するミュージシャン、タレント、プロデューサー。滋賀を盛り上げろ。琵琶湖を守れ。をコンセプトにした人気テレビ番組、伊さんの琵琶湖カンパニーをプロデュース、メインパーソナリティとして出演、現在12年目を迎える。他に出演番組は、FM 滋賀、U、タイムカフェシンセ2011、KBS 京都ラジオ、 現代大見商人物語イサムさんの琵琶子、アキンなど。音楽活動としては、ユー、タイムバンドのボーカルギターを担当する。人権、環境、食育などをテーマに、ライブや公演を行う。特に、毎年秋には、イサムさんの学校ツーアーと題して、滋賀、京都の小、中、高校をめぐる。京都府生まれ、3歳から、滋賀県大津市で育つ。 大津市立瀬田中学校、滋賀県立税々高等学校、大阪市立大学卒。株式会社ユーロック、株式会社ユーストン代表取締役。琵琶湖をプロデュースする、特定非営利活動法人、琵琶湖カンパニー代表。滋賀県人権擁護委員。制圧造形大学客員教授。地域創生、メディアプロデュースを大学で教えている。大津市在住。 既婚に難あり。ローリングストーンズ、ビートルズファン、巨人ファン、趣味は山登り、好きな言葉、カオス、ザウの名、ロックせよ、秩序なんかぶっ壊せ。将来の夢、ロックで体制を変えること、ユー、タイムバンドのリーダーとして、ボーカルギターを担当。代表曲は、マザーレイク、地球のために、ビワコから、ウィーラブビワコなど、 琵和子や郷土愛を題材にした楽曲が多い。ライブコンサートだけでなく、滋賀県内各地のイベントに出演。また、滋賀県内の学校を訪問し、生の音楽と環境、人権に関するトークで学生たちと触れ合う学校ツアーを行っている。この模様はテレビでも紹介されている。テレビ番組で滋賀県五0市町村を旅してオリジナルソングを作る。 歌をズを企画し、50市町村を旅しながら、すべての土地で、ロケとオリジナルソングを完成させた。市町村合併により消滅の危機にある、地域文化保全に寄与したと話題になった。出演番組、b b c 和子放送本放送、毎週金曜24時15分再放送、毎週月曜10時へをこうチャンネル毎週火曜二21時他に、アイコム効果で放送中無料、 インターネットサイトギャオで配信中。イサムさんが社長を務める美琶館社訓は、1、違を盛り上げろ。2、美琶子を守れ。3、人を大切に。4、ロックせよ。地域密着バラエティ番組として、放送回数は2012年2月17日で500回を迎えた。放送、毎週日曜日22時30分23時。 ミスター・ビワコ・イサムさんと週替わりパートナーが今、旬のテーマを選んで、本音トークセッション。インスタグラム、YouTube などで強烈な発信力を持つ、超個性派インフルエンサーも参戦。ラジオならではのリズム豊かな語りの数々、イサムさんの語りズムをゆっくりとお楽しみください。過去出演番組以下、すべて、BBC ビワコ放送プロデューサーとして、 数々のバラエティファッション、音楽番組、イベントを制作。代表作に、ダウンタウンを世に出した、4時ですようだ、パジャマ姿の女の子番組、シマウマのお尻、アナウンサーだけで番組を制作した、アドリブランド、関西初の本格的音楽ライブ番組、アコースティックパラダイス、オセロがブレイクした、カラフルジャム、2015年まで続いた、UK 司会の音楽番組、ミュージックエッジ。 大阪スタイル、神戸初リアルクローズのファッションショー、神戸コレクションなど、ありがとうございます。